プライトリバーの松本です。釣りに行く時にね、やっぱりルアーを入れておく道具って結構大事だと思うんですよ。で、僕らもまあ長く釣りやってて必要なものっていうのはもう本当こういうもんで済んじゃうんですよね、結構。でもこれはちょっと大人としてかっこよくないっていうことで、まあ昔はまあこういうふうなね、ボックスが皆さんご存知だと思うんですけどあったんですよね。ですんで、まあこれに代わるものとして作ったのがこのスナップライトなんです。結構ご好評いただきましてね、いろいろと使っていただいてるんですけども、でかいルアーが入らないと厚さがですねいう声が上がってきまして、で、まあ、うちのルアーはまあ全部入るんですけど、まあ、ご要望に応えましょうということで、これディープモデル、これが発売することになりました。まあもう現行で発売してるんですけれども、このようにちょっとうちのまあ、無理やり大きいのを持ってきたんですけどね、こんなん従来のスナップライトでは貼らないんですけども、たっぷり貼ります。閉めちゃうと。でこれの逆バージョンで僕らはもっと気軽に釣りをしたい、そういう時のように、今度はその半分のサイズ、こういったものを作ってます。スナップライトのね、ベルトループにつけてこう吊り下げられるような、まあ言えば昔あったこういう、まあ、アムコさんの現代バージョンですね。これは割とこう渓流向けに作られたものなので、中にあるコンパートメントが細かくて大きいのは入らないんですけども、うちの場合はもうシンプルに全部このようなもんですから、うちのルアーから大きなルアー、まあこれはたまたま他のメーカーのルアーも入ってますけど、これぐらい入って、おかっぱりとかカヤックとかフローターとかで使ってもらうってことです。スナップライトの A6 ですサイズです。ディープと合わせてご検討ください。よろしくお願いします。